こちらは JR 鶴見線の鶴見駅です。鶴見線は鶴見駅から臨海の京浜工業地帯へと伸びています。この路線を利用するのは主に京浜工業地帯へ勤める方たちとなります。ですからこの路線の特徴として、通勤時間帯にあたる朝夕は頻繁に列車の発着はありますが、日中となりますとその本数は激減され、1時間に1本とか2時間に1本、その程度になります。鶴見線は支線も入れても全長で 9.7km で、それほど長い路線ではありません。鶴見駅を始発として扇町までの本線、それから浅野から海芝浦までの支線、さらに武蔵白石から大川までの支線、2つの支線があります。駅は全部で13駅ありますね。全ての駅を見て回るわけにはいきませんけれども、この中からね、いくつか選んで乗り降りしていきたいと思います。それでは最初の目的地は1番目の駅、国道駅になります。まもなく国道駅に到着いたします。はい、ということでね、今日は鶴見線に乗ってちょっとね散歩していきたいと思います。今一番最初の駅、国道駅で降りました。今日はね、この駅をスタートにいろいろ歩いていきたいと思います。この駅もね、非常に特徴のある駅なので、いろいろまず見ていきたいと思います。それではホームから階段を降りて下の方に行ってみましょう。もういきなりちょっと時代かかった雰囲気がありますね。この駅はね、映画やテレビのロケでよく使われるそうなんですけれども、これ見ていますとね、なるほどと頷けるところがあります。構内の照明もちょっと薄暗いですね。あまり明るい感じはしません。こちらから駅の通路も見えますけれども、もうほんと薄暗い感じがしますね。こちらは改札口です。改札を出て右に行きますと、すぐ国道15号線と交差しております。今私の目の前を国道15号線が走っております。こちらですね、こちらが15号線です。そして私の背中にあるのが国道駅です。ガードが少し見えるかと思います。こちらを電車が走っています。で、私のちょうどこの頭、この辺にですね、第二次世界大戦中のアメリカ軍による機銃掃射の跡が見られます。戦闘機からこの辺りに機銃によって射撃をされた、その跡が見られるということなんですね。まあ、これは有名なんでね、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。国道から駅の構内に入ってすぐのところに三方住宅社という不動産の会社があります。この看板も非常に味がありますね。実にですね、駅の雰囲気とマッチした看板かと思います。構内を歩いておりますと、いくつかお店の看板を見ることができます。こちら富屋とありますが、ちょっとね、営業しているかどうかは定かではありません。さらに進みますと、国道下という飲み屋さんがあります。こちらのお店は間違いなく営業されていると思います。ただね、今コロナの影響がありますので、その営業時間に関してはちょっとね、定かではありません。構内は昼でも薄暗く、照明は十分ではありません。駅にはトイレも設置されておりますが、このトイレは男女共用ということです。このトイレに女性一人で入るには多少の度胸と勇気が必要とされるのではないかと思われます。この通路の両側には何軒かの家屋が軒を連ねております。生活感の感じられないお宅もありますが、ポストが設置されているお宅もありますので、在住されていると思われます。こちらは国道とは反対側の出口です。旧東海道側の出口になります。こちらが旧東海道ですね。この先では生麦の魚市場も開催されております。それでは国道駅を後にいたしまして、次の目的地に進みたいと思います。はい、こちらはね、鶴見川ですね。私は今臨海鶴見橋を渡っております。次の目的地は駅ではありません。鶴見中通りの沖縄タウンに行ってみたいと思います。本当は鶴見線を使っていけばいいんですけれども、日中は鶴見線の本数が非常に少ないので、距離も近いし歩いて行った方が早いんですよね。まあ散歩ですしね、急ぐ旅でもありませんので、ゆっくり歩いてまいりたいと思います。沖縄の店を見つける前にこんなお店を見つけました。左上にあるのはブラジルの国旗ですね。こちらは何でしょう、ブラジルの食材店でしょうか。
かい側にもブラジルと書いてあるお店がありますね。こちらはレストランでしょうか。この辺りはブラジル関係のお店も多いようです。はい、そして目的地の沖縄タウンに到着しました。沖縄物産センターとあります。この物産センターは何軒かのお店が入って市場のようになっているようですね。主に沖縄の食材などが売られているようです。こちら沖縄の方言とかありますね。興味のあるお方はちょっとね、一時停止してご覧ください。この物産センターこじんまりとしているんですけれども、なかなかね、沖縄らしい雰囲気、なんかすごいおじさんのポスターがありますね。私は存じ上げませんが、どなたか有名人なのかもしれません。さて、沖縄物産センターのそばにウチナーそばという店があります。これは沖縄そばという意味ですね。私は初めてなんですけれども、結構有名なお店のようでね、私が行った時ももうすでに2人の方が並んでいらっしゃいました。店内はさほど広くはないんですけれども、すでにお客さんで満席でした。私はメニューの先頭にあった沖縄そばを注文しました。こちらがその沖縄そばですね。まあ感想を申し述べれば、ただ美味しいの一言ですね。非常に美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。いただきました。ただね、ちょっと失敗しちゃったのは、メニューをあまり見ないで注文しちゃったんですよね。よそのお客さんのテーブルとか見ると、なんかいろんなね、沖縄そば以外のものを注文しているんですよ。これがね、横目で見ていてとても美味しそうなものなんでね、ちゃんとね、研究してから来ればよかったですね。この次はね、もっと勉強してから改めて挑戦したいと思います。はい、それでは沖縄タウンを後にしまして、次は大川駅に向かいたいと思います。ただしこの大川駅なんですけれども、日中はここまで行く電車が走っておりません。車かね、歩いていくしかないわけですね。私は沖縄タウンから大川駅まで歩きました。およそ40分ぐらいですね。ようやくたどり着きました。はい、今私は、鶴見線の支線、大川駅に来ました。こちらですね。この大川駅は非常に、日中の電車の本数が少ない、少ないというかね、走ってないんですよね、ほとんど。今ちょっと時刻表を見てみますけれども、こちらが時刻表ですね。8時51分から17時29分まで、この間電車は走っておりません。こんな感じの、まあ何もない駅ですね。こちらが終点になります。まあ、おそらくこの駅を利用するお客さんというのは、この近辺に勤める企業の社員の方たち、それだけかと思いますね。ですから朝と夕方だけの運行で間に合うということなんでしょう。さて、日中大川駅から発着する電車はありません。次の目的地も徒歩で向かいたいと思います。次の目的地は浜川崎駅ですね。浜川崎の駅からは電車に乗って、終点の扇町まで向かいたいと思います。この辺りね、道路を行き交うのは産業用のトラックが多いですね。まさにね、京浜工業地帯のど真ん中と言えるのではないでしょうか。しかしね、浜川崎まで歩くとまたこれがね、30分ぐらいかかりますね。せっかくのね、路線の旅なんですけれども、本数がどうしてもね、少ない関係で、このように歩いて移動ということになっております。はい、そうこうするうちにね、ようやく浜川崎の駅までたどり着くことができました。こちらが浜川崎の駅になります。この鶴見線沿線には猫が多いという話を聞いていたんですけれども、こちらにもいましたね。黒い猫が1匹おりました。それから線路の方にもね、もう1匹おりました。2匹の猫を見ることができました。JR 浜川崎という駅は鶴見線と南武線2つにそれぞれの駅があります。こちらは南武線の浜川崎の駅ですね。私、鉄道のことはよくわからないんですけれども、この駅は貨物線の引き込み線っていうんでしょうかね。結構ね、そういった線路が多く、敷設されております。ではね、電車に乗ることにいたしましょう。ホームに向かいます。ホームに向かうといってもね、すぐには電車は来ません。次の電車の出発は14時過ぎなので、あとまだ20分ぐらいありますね。こちらがホームですね。3番線から扇町方面の電車に乗ることになります。
本当はね、ここ路線の旅で全部電車に乗って行きたいんですけれども、日中は1時間に1本とかね、数時間に1本とか、あるいは全くないというようなね、ダイヤの路線なので、ちょっとね全部電車で行くというのは無理なんでね、こんな感じで歩きながら歩きを入れて、やっていきたいと思います。次に向かう駅はね、扇町という駅です。これは終点ですね、終点にね、まず行っちゃうと思います。しかしこうして見ますとね、本当にね、まあ田舎の駅だなっていう感じしますね。いや別にね、あの川崎とかね、横浜が都会とは限らないんですよ。いくらでもこういう場所はありますし、まあ、別にね珍しいことではないんですけれども、まあ、やはりね自分がそのスポットに降り立つと、ちょっとしたなっていうんですかね、まあ、そういうね、あのいつもとは、日常とは少し異なった空間というのを味わうことができます。ようやく電車がやってまいりました。ホームに滑るように入り込んでいます。それではこれから扇町に向かいます。今回の鶴見線の動画は前編と後編に分けました。前編の様子はここまでにしたいと思います。後半では扇町から海芝浦までの様子をお届けいたします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。後半もよろしくお願いいたします。ではさようなら。